空がこんなにも赤く、すべては遅かった。おやすみ、ナナ。変な夢見た。よかった、起きてくれました。アーシャ、おはよう。どうしたの？どうしたのじゃないですよ。近くを通りがかったら倒れてたので心配だったんです。風が気持ちよかったから寝てただけ。心配かけちゃった？悪かったわね。こんなところで寝てたら風邪ひきますよ。ちゃんとお家で寝てくださいね。そういえば前お渡しした傷薬はどうでしたか？ちゃんと聞きました？バッチリ聞いたわ。さすがアーシャね。感謝感謝。まあでも私戦闘だけが取り柄だからあんまり心配しないでね。丈夫なのよ。なんだか放っておけなくて。バレリアさんいつも傷だらけだから。いた、アーシャさん。トトリちゃん、どうしたの？露天のおじいさん、また咳が止まらなくなっちゃったみたいで、ちょっと見てもらえますか？あらら、心配だね。ごめんなさい、バレリアさん。今日はこれで。ええ。またね、アーシャ。そしてトトリ。よほういい子だわ。お嫁に欲しいくらい。あ、アーシャさんにトトリさん、何かご用事でしたか？外で倒れてたから声をかけてたの。でも寝てただけだったみたい。あ、ご心配をおかけしてすみません。ちゃんと家で寝るよう言っておきますね。うん、お願いね。それで風邪ひいて薬が必要だなんてならないように。おかえり、フロッケ。私お腹空いちゃった。